ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は木津川市の国道24号線沿いにございます、ワンルームの賃貸マンション、サンライフの1階をご紹介させていただきます。まずこちらが、洋室のスペースとなっておりまして、こちら、少し広めの洋室となっておりますので、こちら側でお食事をしていただいたり奥の方で寝ていただいたりという形で、結構使っていただけます。またこちらのお部屋も十分広いですが、収納の方もですね、こちらこのように、たっぷりとした収納がございます。こちらはですね、このようにクローゼットタイプの収納となっておりまして、こちら側は中にですね、このように引き出しのついた収納がついているタイプとなっておりますので、入れるものに合わせて選んでいただけます。もちろんですね、お部屋の方にはエアコンの方がこのようについておりますので、安心して使っていただけます。また1階のお部屋ということで、こちらバルコニーというよりも専用尿という形になっておりまして、お洗濯物なども十分干していただくことができます。またシャッター窓の方を使いますので、外出時やお休みの際の防犯面もバッチリです。そしてこちらのお部屋はカウンターキッチンのような、この独立型のキッチンとなっております。コンロは2口コンロ入っておりまして、魚焼きグリルなどもついております。調理するスペースもしっかりとございますので、十分自炊していただけるようなキッチンとなっております。収納の方も上の収納と下の収納とたっぷりございますし、後ろ冷蔵庫などを置いていただくスペースも十分用意されております。また給湯のボタンの方もですね、こちらにつけておりますので、水仕事をしながらすぐに温度を変更することができます。そしてこちら引き戸を開けていただければ水回りとなっておりまして、まずは室内の、洗濯機置き場となっております。そして、こちらお風呂となっております。はい、お風呂は十分な広さと、あと浴室乾燥機など設備の方も充実しております。また洗面台は独立洗面台で、このようにシャンプードレッサータイプとなっております。こちらのお部屋ですね、シャッター窓の方もついておりましたし、このようにですね、モニター付きのインターホンもついておりますので、かなり防犯面の高いお部屋となっております。そしてこちらがお手洗いとなっております。玄関のスペースもこのように広く奥行き取ってありますので、また下駄箱もしっかりとございますので、靴も十分に収納していただけます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。